ジュビロ磐田内定、古川大輔です。ミラバンツ北九州内定、伊藤俊之介です。徳島ヴォルティス内定、ピョンリオです。清水エスパルス内定、川谷だけです。戦い質問箱、やっていこう。よっしゃー、よっしゃー。今まで一緒にプレーした選手でこいつ半端ないって誰？相手チームでも OK。僕は一番ヤバい選手は辰島慎之介選手、京都サンガの。技術あって、やっぱ体の大きさとか全部スピードとかもあって、ほんまに怪物やなと思いました。自分は松木玖生選手です。インターハイの準決勝で試合したっていう2点松木選手に決められて、すごい半端ないなと思いました。僕は中学時代の中村二郎です。中学の時対戦した時に止めようがなくても、そこだけはほっとこうと思いました。好きな女性タレント芸能人は誰？自分は石原さとみさんが大好きです。僕は、有村架純が好きです。僕はガッキーです。僕は本音はあれです。フロアマネージャーに一目惚れしました。10年後何してる？僕は、サッカー選手が終わってたら、多分ジムに通って筋トレします。僕は、サッカーで成功してめちゃめちゃ美人な奥さんがいます。僕もサッカーで海外とか行けたらいいです。自分もヨーロッパでプレーします。今後どんなサッカープレーヤーになりたい？僕はまあ、プロで活躍していって、まあ、大ファンやサポーターの人に愛されるようなサッカー選手になりたいなと思います。今後は見てる人を魅了するようなサッカープレーヤーになります。日本で活躍していずれは世界に行けるようになります。今後はもっと上手いドリブラーになりたいです。どういうことされますか？チーム内で自分が一番のことは何？僕はスピードです。僕は身長です。自分はドリブルです。僕は手の指の長さです。あと高校での会心のプレーはどの試合も、どんなプレー？やっぱり県大会の決勝で決めたヘディングは、まあ、今までこんなことないぐらいの高さの打点で、今までで一番気持ちいい瞬間でした。インターハイの時の大阪桐蔭戦でのボレーシュートです。自分シュートすごい下手くそなんですけど、そのまま気になっていました。僕は時の住処で山田とやった時のクリアのボレーです。結構綺麗に入りました。僕は選手権準決勝の明星戦のスライディングシュートです。シュートは結構なんか らしくないんですけど、まあ、魂のボールだなと思いました。憧れのサッカー選手は誰？自分は大島良太選手にすごい憧れてます。プレースタイルも少し似ている部分があるかなと思うので、よく YouTube とかでプレー集とか見ながら見てます。
まあ、僕はあんまり憧れのサッカー選手とかあんまりいないんですけど、まあ、YouTube で最近はキエーザ選手のプレーをたまに見たりして、右利き右サイドなのでどういうプレーをしてるのかっていう参考にしながら見てます。うわぁ富安選手とかセンターバックだけじゃなくてサイドバックもプラスたりしてて、器用な選手なんで参考にしてます。僕は選手というか、まあ、人としてもそうなんですけど、やっぱり拓殖大学の関根さん、関根弘樹選手にすごく憧れてて、やっぱあの器のデカさは今まで出会った人の中で一番いい人だと思いました。じゃあ、引きます。うわうちの監督のここがすごい、まあ、どんなところ、でこれ見たりだぞ、これ見たりだぞ、どれだよって言われたりとして、学校とかで水が遠い場所からでも一目で分かるオーラがすごいと思いますサッカー選手じゃなかったら何をやっていた？いや、僕は多分水泳選手を目指してました結構泳ぐのが得意なんで、まあ、今は全然多分まあ、早くはないですけど、昔は結構、まあ、その学年の中で結構大砲とかも、まあ、もしサッカーと水泳にして、まあ、水泳選んでたら水泳選手にしました。水泳も早い。水泳も早いです。あ、まあ、陸上も水の中でもどっちも早いですこれはこうなってたっていうのは分かんないですけど、サッカーやってなかったら勉強しまって、勉強でマウンドみたいな、俺勉強できるねみたいな感じの人間になりたかったです。僕はサッカーやってなかったら、他は普通にみんなと遊んでる人生で、普通の公立校と行って普通の暮らししてました。あ、自分もサッカーやってなかったら多分何もせずに毎日満喫しました。選手権では静学サッカーを全開に出して、相手を圧倒するようなサッカーを展開して、自分はドリブルで関係の方々を魅了します。静学らしいサッカーをして日本一取るように頑張ります。僕の高さのあるヘディングだったり、まあ、いい攻撃につながるビルドアップっていうところを皆さんに見てほしいです。とずっとボールを持ち続けて、相手に何もさせないようなサッカーをして、優勝を目指して頑張ります。自分のボールを失わないキープ力や、リズムを生み出すプレーなどを見てください。静学らしい攻撃サッカーで、一戦必勝で決勝まで行って優勝します。僕は、全国どのチームにもどの選手にも負けないぐらいのスピードを観客たちに見てもらいたいです。